ほら来い。とっておきだ。待ち伏せてたのはあいつらだけか。もっと大勢来るもんかと思った。自分たちだけで侵入者を倒して手柄を立てたい連中なんだろう。へえ、そういうもん。開けてみるか。開いたぜ。さすがに休みでえな。いいな。何見てんだよ。なんか文句でもあんのか。ボコボコにされてえのか。しびれんじゃねえぞ。やってやるぜ。よし行くぞ。ほらほら、やめんな。やってやるぞ。楽しませてくれよ。見せてやるよ。俺の番にしてみろ。ほらほら、やってみろ。ほら来いよ。どうするかね。ほら来いよ。どうした。ほら来いよ。やってやるぞ。行くぞ。なめんなよ。行くぞ。これ俺の番だな。どうした。ほら来い。取っておきな。ほら来いよ。やってみろ。ほら来いよ。やってやるのか。
してきやがれ。また強くなっちまったか。あ、いいな。腰が張るぜ。おら、お前らごとき一人で締めてくれるわ。手加減しねえぜ。俺の番だな。やんのか。やるか。逃げるなら今のまま。邪魔すぜ。おっしゃ、行くぞ。おお。なんか嫌な予感がするぜ。一旦守りに入って様子を見た方がいいな。ザコが俺の番だな。やるか。おい、来た。どうするかね。うん、ザコ、俺の番ね。
思いっきりやれるぜ。俺の番か。行くぜ。開けてみるか。やったぜ。いいな。さてと、どっちに行けばいいんだ。うわ、やばい。会長室には行かせねえ。ナンバー大丈夫か。のわ、もう一答えてくれよ。こんなよ。あらあら、おい、ナンバー大丈夫か。早く、もう、ちょっとだ。あなたさん、このバカ力が、あれ、ショタ、お前も、飛べ！ナンバーこっちだ。アナチ、よっしゃ、引き上げるぞ。もういい、あとちょっとだぞ。なんか文句でもあんのか。その目つきが気に入らない。負けねえぞ。よし、行くぞ。
ほら来いよ。ほらほら。やんのか。見せてやるよ。おい来た。してみるな。おらおら、やってみろ。なめんなよ。なんだ、どうした。とっておき。やめんな。おらおら、してみろ。やってやろ。とっておきだ。俺の番ね。よし、勝ったな。好きにはさせん。一人残らずここで息の根を止めてやろう。死にてえな。上がってこい。ほい来た。おいおら、してみろ。来いよ。見てろよ。なんちだ。あっつあ、行くぞ。やってみろ。行くぞ。やんのか。ふざけんなよ。なんだ。見せてやるよ。俺の番か。来いよ。なめんなよ。行くぜ。俺の番だな。やんのか。ふざけんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。とっておきだ。俺の番ね。してみろ。とっておき。見てろよ。どうするかね。やってやる。成長できるとはな。
開けてみるか。開いたぜ。いいな。お、そうだな。マジか。開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。ここに戻ってくるわけね。え、ここに来たことはあったか。ねえと思うけどな。いや、明らかにさっき来た部屋だろ。お前ら本当に記憶力ねえのな。良さそうな場所だな。ちょっと休んでいこうぜ。
おう。おう。バラしてやるよ。開けねえぞ。俺の番ね。ダメんなよ。ふざけんなよ。見てろよ。くそ。俺の番だな。ザコ。おっしゃ、行くぞ。ああ、くそ。とどめだ。うわあ、とっておきだ。やってみろ。
俺の番ね。とっておき。ほら来いよ。どうするかね。やってやるぞ。やってやる。3人でここまで。お前ら一体何なんだよ。てめえらがケツ持ってる乙姫ランドの店員だ。あのソープランドの店員。俺らはな、あの店で働く向田菜の葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。あの子の父親をあの施設に閉じ込めて、金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはおめえらだろ。言っただろ、世間がやりたくねえ仕事を。何が世間のしたくない仕事をやるだ。ああ、都合のいい言葉並べて任侠道語ってんじゃねえよ、このチンピラが。待ちなさい。親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした。こいつ、得体の知れない札を持っています。ああ、それね。俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ稼業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。一部じゃホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああ、それ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。
そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします。あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい。お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え、さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った。でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それが安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあ菜の葉の親父さんは。あの女だってそうさ。親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女を了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さてじゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか。はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスのすべてを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。えい。ああ、こいつ連れて行け。え、二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。仇に土足で上がられては
清流会のメンツが型なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と清流会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ。18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中が消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも、俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんなやつなんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取っててめえの指を落とすような、そんな人でした。ん、よし帰るか。待て、一つ教えろ。お前の親父とは誰だ。元東条会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川のおやっさんなんです。荒川か、覚えておこう。さてと、とりあえずソープに帰るか。え、ああそうだね。まあ菜の葉が安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。お前らちょっと待て。高部さん、え、なんすか。菜の葉って女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。向田菜の葉さんでいらっしゃいますね。はい、電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは休養で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖。はい、
つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。でも手術の日は今日ですよね。はい、でも決定は変えられないのでそこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？ちょっと待った、今何て言った？手術しないとお父さんが死んじゃう。あの、一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を？え、あの時は。なんとか200万だけ用意しました。でもやっぱり心配なんです。まさか辞めたいというのですか？お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか？そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい、でも父も手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。はい。この子何も知らなかった。そうみたいだな。手術ってお父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ねえとこだったな。ナノハさん、手術のお話なんですが必要なくなったと聞いています。え？手術前に再度検査をしたところ問題は改善されていたとのことで。よかったですね。本当に？ええ、つきましてはこちらをお返しさせていただきます。今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。本当に？なかなか粋なことするね。会長からのご指示だ。さすがだな。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃお前間違えることだってあんだろ。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。じゃああとは任せた。おう、了解。それしまった方がいいぜ。そうですね。そんだけ手元にありゃ今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺らあんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち、未払いの給料はちゃんと振り込ませとく。本当に
いいんですか？いいって。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにあんたの代わりはいねえんだから。ありがとう。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンってのが分かる気がしたよ。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。